はい、お待たせしました。陣内です。 F1 2013予選をプレイしていきます。時間は20分しかないからね。さっそく行くぞ。またあの奇跡のホットラップを再現できるかどうかだな。ちょっと難しいけどね。また37秒台が出せれば多分余裕で予選は突破できるはず。くぅ、リッチにしてこ。容赦をいらない。集中していくぞ。少なくとも予選突破が確実になるまでは38秒台が出ても結構安心できるタイムだと思うんだけどな。だいたいまあプラクティスだからみんなどこまで本気かわかんないんだけど、39秒台がだいたい平均的なタイムっていう感じだったんで、ちょっと待って、またね久しぶりに走るんで。おおおお、やばいな。まずタイヤを温めないといけないからね。でこのコーナーは本当出方が重要で、今のような出方だとこの長いストレートでうまくスピードを乗せられるんで、でここはイン寄せなんだけど、アウトに膨らむことをあんまり意識しないことが割と僕の中では重要で、ここは苦手なんとなく乗り切る感じで、最終コーナーもすごく苦手で、 100m ボードブレーキングインに寄せてもう強引に曲がるで DRS オンにして、お、38秒台出た。割と安心できるタイムなんじゃないかな。でもまだベストな感じではなかったから、でここは出やすいんで150来たと思ったらもうすぐちょっとアクセル抜いて曲がった。あー滑っちゃった。あそこは軽くアクセル抜かないと本当に滑りやすいんで、で特にインサイドの縁石に乗り上げないこと。怖い、ちょっと難しい。ここは本当滑らかにハンドル操作、軽くブレーキを押して全開で曲がって、おお、ブレーキングしてインに寄せながら立ち上がって、でここはできるだけ早めにインに寄せてブレーキングしたいんだけど、ちょっと今対向車じゃないけど、対向車ではないけどね、おっとっとっと、手際板がちょっと走りにくかったけど、ここはちょっとできるだけ待ちたいんだけど、可能な限りインに寄せたいから、ちょっと待ちすぎたねブレーキングを。でここ全開にしながら、ハンドル操作だけでうまいこと。ああこれでブレーキング早いのかな、あるいはもうちょっとアウト寄せでブレーキングしないといけないのかな。あそこほんと苦手ですね。で最終コーナーも苦手、コースアウトしやすいんで僕はここで、ほんと 100m ボード来たってなったらすぐにブレーキングがつり入れてインに寄せてって感じで行かないですね。でここは何？2ラップ以内ね。このラップ走らせてもらおう。あ、でもちょっとあんまりあれだったな、今。あの第一コーナーは本当に最初ね、コースアウト連発しちゃったんで、あのプラクティスの時にね、かなり早めにどうも、僕の場合は。なるほど。僕の場合は、やらなきゃいけない、ブレーキングを しなきゃいけないと。今のところホットラップですね。ホットラップっていうかファステストラップ。ここはもうイン寄りの状態でブレーキングしていくのが、コースアウトしない私なりの方法ですね。
コースアウトしちゃうとあそこ本当不利になっちゃうんで、タイムがガクッと落ちちゃうんで、あーちょっと今のブレーキ遅れた。おっと、割とだからここはねブレーキングに気を使うコースな気がしますね。ちょっとこのラップは走り切らせてくれ。あーくミスった。あ、ハミルトンがファーストスラッシュだったな。今の最終コーナーちょっと燃料に気を取られたな。もう燃料がない。了解。できるだけレコードラインに乗らないと、まあ今全然前後に車いないんで、きついな、ガス欠状態で一周走る。まあでもとりあえず38秒台出たんで予選突破は固いだろうということで、まあちょっと安心していいんじゃないでしょうか。問題はね、次のね予選ですよね。前回も最初の予選は突破できてるんですよ。で次の予選で10何位とかで敗退形だったんで、まあ、今回も最初の予選は多分どうも突破できそうなんで次ですね本当に。あーガスケツきつらい。了解。後ろから今来てるから、はい、どうぞ。あー一度停止するとやばい。はい、どうぞ行ってください、どうぞ行ってください。 OK、 やばいな。一度停止するとすげー走り出しが遅くなるから、はいはい、あ、どうぞ後ろ行ってください。この人たちどうしたんだ。さてじゃあピットインします。もうだいぶ時間を無駄にした感。分かってるよ。しできればファステストラップを出して、2個とのねスコアの差をつけたい。ファステストラップを取るとカウントされてって、それがまあ、途中で多分塗り替えられると意味ないですけど、それをねやっぱ取った方が、ニコとのねそのチームメイトのニコとの差をつけられるので、できればファステストラップ狙っていきたいんですけど、もうオプションではねこの1本確保されてるんで、一番左のですね、あれさえ使わなければもうあとの4本も使っちゃえばいいかって、だいたいオプション1本プライム1本で毎回レース走れてるので、まあ、今回も大丈夫なんだろうと。ちなみに天気予報ですけど、全然晴れっぽいですね。ということでサーキット出たいと思います。もう、ね、可能な限り走り込んでいかないといけないね。また本レースで、おいおい、いきなり目の前はねえよ。ちょっとあの目の前の車と車間開けときたい。おお、よし行くぜ。セクター1のタイムは速いが、セクター3でかなり落としてる。ハミルトンのファステストラップ、俺がプラクティスで出した速度より速いな。 0.1 秒くらい。難しいな、あのファステストラップだと俺奇跡だったからね、プラクティス。狙ったっちゃ狙ったけど、あ、邪魔くさいな。邪魔くさいな。あー滑っちゃった。
混雑してるな。日光どうした？何なんだここ一体。ああ早かった。ああもうこのラップ狙えないな。ダメだな。 0.6 秒も遅くなってるな。今4位か。ハミルトンとの差は今どれぐらいなの？どっちみち遅いんだけど、俺の方が。セクション2まではね、割と速く走れるみたいなんですよ、コンピューターより。コンピューターって言い方、まあ敵よりね。そうだな、ちょっと待ってろ、今塗り替えてやる。特にセクション1は、ああいう感じで内側の、あの第2コーナーの左のコーナーで内側の縁石踏んじゃうと一気にタイヤ滑っちゃうんで、すごいあそこはね気をつけないといけないんです。本当ちょっと今気抜いてたね。でもセッション1もハミルトン早いみたいだな。自己ベストと 0.2 秒しか違えないのに、ハミルトンとは 0.7 秒違ったからね。これはだいぶつらいな。ファステストラップ取るのはつらいな。燃料がまさかリーのままだったとはな。よし、いいぞいいぞ、今調子いいぞ俺。このままいけばもしかしたら次ファストストラップ狙えるかもしれない。よし狙うぞ。分かってるって。ちょっとブレーキ遅かった。危ない危ない。残り5分短いなやっぱり。さてセッション1はどれぐらいのタイムかな。自分のタイムは更新してるけど、やっぱりハミルトンより遅いな。どんだけ速いんだあいつ。ああ失敗したな。ハミルトンに勝てるんだ。あいつ速すぎるだろ。マシンの性能差とかもあるとは思うけど、ザウバーは、まあ、カムイが昔いたチームですけど、どれぐらいのあれなんだろう。やっぱりセクター3はかなり速かった。セクター3じゃねえ、セクター2はねかなり速かったみたいなんですけどね。まあもうこの周回で終わりかな。もう燃料がやばいみたいなんで、残り時間的にもね、やばい、このラッパーも厳しいかな。タイヤの温度は最適な状態だ。了解。残り3分だ。ああコーナーカット。じゃあピットインします。
この出方はね、だいぶ上手くなってきた気がする。ニコは今どれぐらいなんだろう。まずはね、チームメイトに勝つことから始めないといけないからね。今俺ポイントはその最初の頃のあれが貯金が残ってるけど、だいぶニコに負けてるから、ここ最近はだいぶ気合を入れていかないと。ニコに勝ってまずチームのファーストドライバーになるっていうのが今の目標かな。まあまあグランプリで1位取ってっていうのはあるけど、まずニコに勝つ。あ、ピットインしようと思ったのに、ピットインしようと思ってたのにそのニコの話に気を取られてしまった。はい、どうぞ行ってください。後ろに車来てるんだよな。どうぞ行ってください。今回の予選順位は4位という結果ですね。問題は次ですね。37秒台出さないと厳しいんじゃないの、もしかして。まあでも38秒の前半を出せれば多分予選は次の予選も突破できると思うんですけど、その次の予選、最終予選は厳しいかもしれないな。38秒台だともしかすると。後ろから来る街に気をつけろ。了解。こっち側に受けておこうかな。カーズとか使ってここはね、アウトに膨らむことを意識しすぎるとコースアウトしちゃうんです僕は。なんで、あ、やばい。はい、どうぞ行ってください。コーナー入り口でね、塞がれたら多分かなり困るんで、彼はちゃんと避けてあげないとね。お、ニコが走ってる。ザウバーだったらね、ザウバー同士だったらね、ニコと同じマシン、同じ環境ってことなので、やっぱりこれで勝てないとね、恥ずかしいぞっていうことに。まず今回の目標はニコには勝つこと。前回ニコにも負けたんだっけ。負けたね。今回はまずニコに勝つのが目標の一つかな。いやー、ニコは10位で私が4位。ニコのタイムは39秒台、39秒台前半なんで1秒ぐらい差をつけて、ニコより速いと。ルイス・ハミルトン、1位のルイス・ハミルトンとは 0.3 秒ぐらいですね。まあ 0.24 秒、頑張ればいけるのかな。どうなんでしょうね。まあコース環境にも寄ってくるとは思うんですけど、だいぶ予選進んで、まあでも次の予選は16台で走るのかな。でさらに次は10台だったかな。ということで、まあね、かなり厳しい戦いになっていきますけど、次回予選なんとか突破できるように頑張りますので、よろしくお願いします。ということで、次回をお楽しみに。